皆さん、おはようございます。マーティーンでークです。高校野球春季山形大会2022年。まず3位決定戦。山形中央が、もう、大乱道で勝ったんです。はい、十、二桁得点、どちらも、はい。日大山形も含め、はい。決勝、羽後高校の坂田みなみは、11対1で、羽後高校が圧勝したんです。これ二十何度目。これで4年ぶりだそうでございます。いやー、4年ぶりというと、2018年ですね。はい、この名前、はい。長かったねー。 優勝できて嬉しいじゃん。あとは東北大会で優勝してほしい。確かに東北大会でも優勝してほしいです。はい。ハングル大阪田南決定です。ハングル高校はここまでの野球見ると、準決勝日大山形にも勝ちましたね。はい。その前、鶴岡東とかいろいろね。はい。守り勝つ野球体現しましたね。まさに落合流ですね。落合博光監督。守り勝つ野球。俺流の采配、いいですね。あとはまあ、星野選手さんの熱血感。やはり、監督のやはり熱血感と、 俺流の采配は本当に融合してますね。星野流プラス、落合流、以降で、辰波和義さん。中日の監督ですね。はい。はぐ高校、おめでとうございました東北大会でも優勝、お願いします今年の高校野球、はぐが優勝するかもしれないぞ以上です、バイバイ